大崎市民バスは宮城県大崎市にて運行している自治体バスである。大崎市に合併した各地域ごとに運行している廃止代替バスやコミュニティバスの総称である。宮城交通宮古バスの路線であり、運行主体は同社のまま事業主体を大崎市に変更したものである。特記内路線は古川営業所の担当。なるこ線、宮沢誠山線。 清滝線古川線、高倉線三本木大平線、大貫線松山鹿島台線中心市街地、循環便に使用される、車両中心市街地循環便、大崎市民病院シャトルバス合併前に、旧鹿島台町内で運行していたミニバスか、島台を引き継いだもので、2012年10月1日から、大崎市から鹿島台地域内公共交通運営委員会に委託され、 運営をしている。運行は、鹿島台タクシーの一社に委託されている。愛称は、三之助わらじ号。急調ない内まなく路線が張り巡らされており、午前中は、定時定路線のコミュニティバスとして運行され、午後については予約制の乗り合いタクシーで運行されている。ミニバスか、島大当時のバス停外用円格運行系統、以下は、2014年10月1日時点での、 情報である。括弧内は、不軽油ビームあり。車両合併前の、ナルコ町営バスを引き継いだもので、町営バスとして、運行開始当時から自家用自動車による有償運送の運行形態をとっている。宮城交通が廃止した路線の代替運行を行う、廃止代替バスである。ナルコ町営バス当時のバス停外用遠隔路線、以下は、2015年3月14日時点での、 情報である。車両ナルコ温泉地域市営バスの他の原因は、イルマ廃止に伴い、2012年10月1日より、この区間を代替運行する。定時定路線方式及び予約制乗り合い方式を併用。なお、定時定路線方式は、朝夕は、ナルコ温泉駅前まで運行する。相性は、おにっこ号。概要路線合併前の、 岩出山町長営バスを引き継いだもので、長営バスとして、運行開始当時から自家用自動車による有償運送の運行形態をとっていた。もともと、宮城交通が廃止した路線の代替運行を行う、廃止代替バスだったが、その後合併前に自主運行的に路線を追加し、コミュニティバスの性格も持つようになった。二0十二年四月二日からは予約制乗り合い、交通、 山百合もみの木に移行した。概要遠隔路線以下は、2007年4月1日改正時点での、情報である。岩出山町町営バス当時の車両車両田尻町、思いやりバス当時のバス停合併前の、田尻町思いやりバスを引き継いだもので、運行開始当時から自家用自動車による、有償運送の運行形態をとっていた。運行回数は少ないながら、旧田尻町内の、 各集落をほぼカバーする形で路線設定が行われておりコミュニティバスと言える2011年10月3日から予約制乗り合い交通くるくる号に移行した概要遠隔路線以下は2006年4月時点での情報である特記事項ありがとうございます